岡山の戦いは、慶長20年の大阪夏の陣における戦いである。幕府方の総大将、家康、秀忠がそれぞれ天皇寺口、岡山口に陣取り、豊臣方も、両者を討ち取る行動を行ったため、上記の故障が取られている。ただし豊臣方の前線大将は、チャウスさん、天皇寺、岡山にそれぞれ展開し、幕府方もこれに対応した。 廃陣を行ったため、主戦場はこの三つに区分される。5月7日、未明、最後の決戦のためとヨトとカ方は、大阪城を出発し、現在の大阪市安倍の区から平野区にかけて、迎撃体制を敷いた。幕府方の軍勢は、夜明け頃、天王寺口と岡山口から、大阪城へ向け進軍を開始した。チャウスさんは、真田信繁を対に、 この真田ダ交渉、一族の真田新梅田平三千五百、チャウス山前方に、信重宿げやりきの渡辺忠、大谷義春、池園にゆら平二千、チャウス三世に、福島正盛、福島忠鎮、石川交渉、篠原忠てる、浅井長久ら平二千五百、チャウス三島に、高原工事、牧頭、茂俊、細川沖明、 天皇寺口は四天皇寺南門前には、毛利勝長を対象として、木村茂成税勢や後藤元寺勢の暫兵など六千五百が布陣した。岡山口は、大野春房を対象に、新宮行あさ、岡部の律ならが、詰めに、御宿聖優、山川金信、北川千正良計四千六百が布陣した。なお、日本戦士をもとにした上記の地図では、 岡山口の初帯は、篠山付近に展開しているが、この場合は、チャウス山からの前線が斜めに長く伸び兵数に劣る、豊富方に不利となる。このため前線が狭くなる、岡山付近に展開したと見るのが適当である。チャウス三北日市の木津川堤防沿いに、別動隊赤自然と瀬三百、全軍の五爪として四天王寺北東の後方に、大野春長、 七手組の部隊が布陣した。チャウス山には、前日の戦闘で損害を負った、大和寺税三万五千と、浅野長明税五千を敗したが、松平忠直税一万五千が抜け駆けをして、大和寺税前方に展開し、真田税と対峙した。天皇寺口は、先方に、本田忠友を対象とした、秋田真根末、浅野長茂、松下茂綱、 真田新吉、六号成城、上村康志正ら計五千五百。二番手に、坂木原交渉を対象とし、小笠原秀政仙国忠政諏訪忠常、ね、星名正光、羽長茂良計五千四百。三番手に、坂井家継を対象とし、松平安長、松平忠吉、松平成重松平新吉、内藤忠興、 水谷勝高、稲垣茂綱、六号成城、松平成茂ら計五千三百。その後方に、徳川家康の本陣一万五千を置いた。さらに徳川義直、徳川頼信が、本陣交尾として布陣した。岡山口は、先方大将は、前田利常本田康利本田康則、片桐勝本ら計二万。二番手は、井直高。 東道高虎勢、計七千五百と細川忠興。その後方に、徳川秀忠の本陣二万三千を置いた。一説には一番手と二番手の間に、黒田長政、加藤義明が参陣していたと言われるが詳細不明。軍機には、豊臣方は、この決戦にあたり、以下の作戦を取ったとある。敵を四天王寺の強愛な丘陵地に引きつけ。 誘引されてきた敵を攻撃する。敵の人形が伸びきって本陣が手薄になったところで、別動隊の赤島さのりを迂回して家康本陣に突入させ、家康を打ち取る。一方で、合戦当日に岡山口首相、大野春夫さえ発した、軍令上には次の記述がある。他の首相、真田信重毛利勝長との合意に基づき、即時の戦闘。 抜けがけを禁じる。茶臼山から、岡山の間からの出線を禁じ、違反したら即成敗する前日の戦闘も、遠方へ出陣したため不覚を取った。今日の合戦は一大事、天下分け目の戦いなので春房和人が先行を立てても意味がないので、軍法を固く守れ。正午頃、豊臣方、毛利勝長の宿り危機が先走り、物見に出ていた、幕府方。 本田忠友勢を銃撃した。これをきっかけに合戦が始まると、戦場は混乱に陥った。毛利勢は忠友を討ち取り、幕府方先方本王勢を壊滅させる。本王勢の救援をしようと、小笠原秀政ただし治む勢,勢が駆けつけたが、毛利勢に追随する、木村重成勢の残余兵である。 木村宗明等のつぶさによる側面からの攻撃を受け、中治は討ち死に、秀政は重傷を負い、戦場離脱後に死亡した。毛利勢に追随する、木村重成勢の残余兵である、木村宗明等の備えは、その後、庭長重隊の老兵修獣、先の戦で因縁のある、修獣備えは、全身全霊の怒涛の突撃を見せたが修獣は、 内地に下もりに突破される。その後も、庭流しげ隊は、周繕のなきがらを守るため、先鋒を務めたが、先鋒に残っていた。先方備えは、庭流しげ隊などの数少ない隊備えのみであった。二番手、坂木原交渉、戦国忠政、諏訪忠しきたちの軍勢もしばらく持ちこたえるものの、混乱に巻き込まれ回覧。 これらの廃兵がなだれ込んだ三番手も、同様の事態に陥ったことで、家康本人は、無防備となった。真田信重は指揮下の兵を、先方、次方、本人等数団に分け、天皇寺口の松平忠尾勢と交戦していたが、松平勢は、真田勢の陣を抜くと、大阪城に直進し、入れ違う形で、真田勢は、家康本人方向へ進出した。 さらに朝の長明らが寝返ったと巨峰を流して、幕府方の動揺を誘い、これに乗じて、毛利勢に苦戦する、家康本人へ近づき3回にわたって、突撃を繰り返した。これらの構成によって、家康本人は、混乱状態に陥った。三里も逃げた旗本がいたという混乱の中で、三方ヶ原の戦い以降、倒れたことのなかった。 家康の馬印を旗奉行は倒した上に、家康を見失い、牙で逃げる家康自身も切腹を口走り、文殊院勢誉まれに制止されたという。しかし豊富方の損害も、決して少なくなく、数で勝る幕府方に次第に追い詰められていった。山和寺勢や一度は崩された諸将の軍勢も、陣を立て直して豊富方を、側面から攻め立て始めた。信ぶは、 安居神社で休息を取っていたところを打ち取られ、大谷義春も戦死、恩塾声優は重傷を負った。豊臣方で唯一組織的な戦闘を続けていた、毛利勢も真田勢が壊滅すると四方から、集中攻撃を受けることになり、城内に撤退した。別動隊の赤石正則は、天皇寺口の友軍が敗れたことを知ると、 松平忠直勢に突撃した後ろ姿を消した。徳川秀忠は天皇寺方面の銃声を聞き進撃命令を出した。立花重茂は秀忠本人が突出しては、敵のと、お誘うため交代すべきと権限したが、聞き入れられなかった。戦闘が始まると、先方の前田勢は王の春房勢に崩され、これを支援するために二番手、いいなおたか。 東道高虎勢が動く。この陣立ての乱れに乗じた大野勢が、秀忠本陣に殺到し、旗本先手の同意都市活勢が崩れ一時代混乱となった。秀忠自身が槍を手に取り戦おうとするのを、本田正信が対局的に見れば、味方は勝っており将軍自ら手を下す必要はないと痛め、止めたという。黒田長政、加藤義明勢によって、 敵を防ぎつつ秀忠は本人を交代させようとしたが、立花は敵は、額でこれ以上の攻撃できず、また交代すると士気が下がると、再び権限した。旗奉行、三枝正吉が旗を立て直すと散っていた将兵が集まり出し、次第に、秀忠軍は攻勢を跳ねのけ反撃に転じ始めた。王の春草は、廃兵を収容しつつ城内に撤退した。 この間、五爪、王の春永七手組は、秀頼の出馬を待っていたが、淀度伝の説得に手間取り、秀頼が出馬した頃には、家康、秀忠本人に突撃した豊臣味方の軍勢はすでに、撃退されていた。体制を立て直した、幕府方の圧倒的兵力と火力の前に、豊臣味方の陣立ては十五時頃には崩れ、毛利勝永式の殿のもとに、 城内へ総退却した。一心寺にある、本田忠友の墓所この合戦において徳川方が苦戦したのは、勝敗の奇数を制すると言われる、先方戦で徳川方が、毛利勢に敗戦したためで、これは、徳川方が、方位等の兵力の優位を活かした作戦を行えず、前線ではほぼ同数の戦闘であったこと、そして豊臣方が、野戦築城を構築し、 そこへ徳川方が攻め寄せるという長篠の戦いや、関ヶ原の戦いと同様の形態が行われた結果、徳川方戦法は崩れ、そこに豊臣方が突撃したという流れが考えられている。他にも小田原征伐、文禄・慶長の役などでも経験がないほどの野戦一箇所での大軍密集によって、徳川軍に統率、軌道の混乱が見られたことがあった上、 冬の陣から間を置かぬ、再度の動員での財政逼迫を懸念した家康が、早期決戦を急いだことが挙げられる。無論、豊臣方の完全に後がないことによる排水の陣とも言える噴泉ぶりも、ここまで徳川方が苦戦した理由の一つに数えられる。家康の合戦の中で、人的被害が一体の省にまで及んだのも、この合戦のみである。一方で、 豊臣方も軍令上にあった抜け駆けや、出戦を禁じる軍法を無視して初戦から突撃しており、これが徳川方の消耗不十分、秀頼騎下の五詰投入機会の喪失を招いた。この場合は、上記の淀ド説得は関係なく、豊臣方、前線部隊の独断先行が、五詰投入失敗の原因となる。なお本合戦は、正午の開戦から、 大阪方が総崩れしたのが15時頃という、わずかな間であり、それだけ短時間で激しい戦いが行われていたことを物語っている。この戦闘時間の短さも豊臣方のご詰め投入が失敗した一因と言える。一説には、当初より先人であったとも、黒田長政が描かせたという、大阪夏の人病部から参陣していたのは、間違いないと思われる。 ただし、治は、松本城守備の命に背いての無断参戦だったが、家康から、特に黙認されていた一説には、毛利勢と強撃近年発見された、新資料では、幾玉と昭摩の間の高台とされる。AB、日本戦士、大阪役。ありがとうございます。